たくもなるね。まあでも終わりだぜ、こんなアホにアホ言われちゃ。いやまだ語ってんじゃん。本当にさ、これでも本当どういう流れになるんだろうね。っていうかさ、やばいだ。もう俺たち芸人がもろ食らってるのはもう単純にライブですよね。ライブがもう全部中止になって、厚生労働省が発表したんだけど、うん、どういうとこで感染するっていうのを具体例を出して、うん、なぜか4つしか出さなかったんだけど、それがブッフェ、屋形船、うん、スポーツジム、うん、ライブ会場、この4つで気をつけてくださいっていう。少ねえだろと思って。もうその4つの中にライブ会場入れられちゃったら、うん、もうできないよね。できないね。ビュッフェってなんだよ。居酒屋とどう違うんだよ。集まる場所死ぬほどあるからな。でしょ、会社もそうだし。会社、満員電車、まあ満員電車は要は換気のできないところが感染が多いっていうことで、電車は数分に一度プシューッと開くので大丈夫という観点から、まあ入れてないのかなみたいなこと言われてる。いやビュッフェも換気したらええやろ、うん、そんなもん。ビュッフェもね、ビュッフェ換気したらええやんな。ねえ、屋形船だって風入れた気持ち、まあよくあんないけどさ、もう愛のない発表だよね。そこもなんか、そこの携わってるものが本当のたれ死ぬだけの、具体例で出す必要があったのかと。ということで、まあライブはもう完全にみんなできなくなってきてる。まあまだやってる人いるけど、はい、怖いのは、この捕まった時、あ、捕まったじゃねえや、薬でダメになっ、あ、薬じゃねえや、病気ね、コロナ、ごめん、末期出てきちゃってる。この怒りで記憶が蘇ってきちゃって、ね、ニュース系だ。怒りのスイッチに入っちゃってんじゃん。カテゴリーとしてタンスに入れちゃってんじゃん。そう、なんかね、怖いのはもう2週間前からその行動を全部ね現れるっていうね、その、はいはい、何をしたか、このかかった人はどこで感染したかっていうのね。そうそうそう、その中でね、ライブ何、どこのどういうライブでなったってなった時に、ね、もしそのじゃあ吉本さんだとか K プロさんだとかがもしそこが感染源だってなった時に、その時ものすごいね叩かれる可能性もあるっていうことで、まあみんな自粛せざるを得ない。そうですね、っていう状況が。ちょ、俺らもね3月25日にライブやるんだけど。そうですそうですそうです。まあ、まだ一応今はね、まだ分かんないからさ、一応まだ分かんない、やる感じにしてるけどね、その段階じゃないと分かんないよね。なんだかさ、これがまた延期とかなったらさ、ね、でちょっと今日この芸人視点というかイベントをやる方の視点からして、うん、どういうマイナスがあるかとかさ、うん、っていうのをちょっと知ってほしいよね。そのどの思いで、うん、まあただキャンセルね、やめればいいだろうって話じゃなくてさ、ぱっ、うん、と見そういう風に見えるけど、やっぱ大変なことだよね。その一本ライブやるっていうのは、行ったらまあちょっと大きいね箱を取るのに、はい、もうね、実は 1,2 ヶ月前じゃ取れないんですよ、そういう箱っていうのは。半年ぐらい前からね。半年ないし、もうないし、いらねえか、まあ半年ぐらい前ね、うん、から電話して予約して、じゃあこの日って言って、うん、場所によったらまあ笑いライブレベルで言うとね、10万、まあまあまあ、20万かかって、大きいとこだとね、っていうことですよ。準備してもっとね、その本当に大きいライブ、ミュージシャンとかになるってことは、それが莫大に上がるわけですよ、何千万です、うん、それを中止した時のマイナスったらないよね。で準備をずっとしてるわけだよ、うん、そんな半年前から、うん、キャスティングして、ね、事務所に連絡して、じゃあこれこのギャラでっつってやって、うん、お手伝いも準備し、お願いして、うん、さあ、それまでにじゃあそのライブ会場以上に、また10万20万動いてるわけよ、お金が。まあ ね打ち合わせだのなんだのやってとか、ね、まあ場代はね、借りちゃってる以上かかっちゃうからね、うん、キャンセル料とか場代の20万プラスそれまでの準備10万20万かかってたところで、じゃあもうそれを回収するのがね、チケット代なんだよね大体ね、うん、でチケット代
で払って、多分ここでやっとトントン、はいはいはい、でだからよくそのイベントで一番大事なのは物販の売り上げだっていうのはそういう意味で、あの会場費とその準備のお金でチケット代でペイ、うん、あのプラマイゼロぐらいになるから、そっからのプラスはあの物販なんだよねっていう話なんだけど、その物販がもうないわけで、うん、ってことはもうその中止にするっていうのは、うん、場代の倍ぐらいのマイナスが起こるわけだから、うん、そんな簡単に中止にできるようなもんじゃないんだよね、うん、ぶっちゃけね。そうね、そこまで分かって言ってるか知らんけどね。中止にすればいいじゃんっていうわけじゃないんで、もうそう、もう潰れる団体はいっぱいあるんでね。だから K プロさんなんか、 K プロさんね、もう月30本近くのあのイベントを打つところだから、そういう意味じゃ1本が1つがまあいろいろ、まあじゃあ平均してね6万の場代だとしたら、それがまあプラス10ね、やっててそれが30本ぐらいあるっていうと、まあ話によると100万ぐらいも赤が出ててみたいなことで、あの長澤さん、まあね、磁石の長澤さんがなんかね、はいはい、うん、やってるよね、お金をちょっと K プロさんにみたいな、ね、素晴らしい活動でできないなね、ね、ああいうことができる人ってかっこいいよね、本当に。ね、俺は顔険しい顔険しい、すごいね、いいなと思うんですよ、ああいう感じ、うん、まあいいよね。でも本当に潰れる一歩手前ですよ、おそらく K プロさん、全部被るとなるとね、あの値段を、いやまあまあ相当な、そんなでもそんな資本金っていうのはないはずだから、うん、いやだから危なかったよね本当に、長澤さんのおかげで、うん、それ で, でかなり結構みんな賛同、1000人ぐらいが募金みたいなしてくれたらしくて、あ、まあ、1人1000円だとしてももうなんとかなってるかなって感じで、100万ぐらいは入ってるわけだ。で K プロさんはまあ結構その人望あるからあれだけど、じゃあ他の、うん、イベント、うん、お笑いのところ、うん、今平気でやってるから、ね、みんないやでもしょうがないよね、そうそうそう、だからそうそう、だからあんま文句言わんといてっていうことやよね、ひょっとして思ってる人がいたとしたら、うん、しょうがない、だこういう裏があるから、あんなちょっと済まして続けるしかないんだよあんまりツイッターでもツイッターでもこう、言及せずに、もうちょ対処とかもあんま言わずにしれっとやるっていう、あれはね、いやそれさ、うん、個人で何本もライブね主催してる人にしたらね、そうよ、一人で食べてんだし、そうそう、芸人はまだ、うん、まあねえアルバイト、まあそれもおかしいなじゃないですかまあ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 、ちょっとね、あの休みができたぐらいの感覚なのかもしれないけどね、落語家さんとかもめっちゃ大変ですよね、やっぱいう寄席とかで稼いでらっしゃる方たち、そう、そういう裏があってなかなか中心できないとこもあるよっていうことで、まあ俺らも3月25日、うん、ライブ予定してますが、どうなるかって、まあちょっとね、まあそんな規模の大きいもんではなくて、月1でやっていこうって、始めようっていう第1回目のライブだから、うん、まあまだ全然方向転換ね、俺らしか出ない、あ、ネバーギブアップがゲストで出てくれるけど、まあ2組ぐらいしか動かないから、まあまだ全然方向聞くけど、うん、これがね、もし単独って考えるとね、いや、きついって、きついよ、どうする、お金あげるライブがその日だったら1000円あげるライブ、いやいや、めっちゃ儲かるじゃんお金あげなくて済むんだやったーやったー黒字になった、黒字だーってなるね、唯一黒字のまあ実際やったとはなんないけどね、なんないなんない、それ、それの本当に